さあということで、ひろゆきさんにご登場いただきましょうか。それでは皆さん、拍手でお迎えください。それではひろゆきさん、マイクとカメラをオンにしていただけますと幸いです。いや、ご本人、あ、来た来ました来ましたはい、皆さん、改めて拍手を。はい、すみません。はい、すみません。はい、失礼しました。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。まそうですよね、そちら、今、フランスでは、今、朝ですかね。はい、朝9時です。ありがとうございます。早起きひろゆきさんということで、いつもの画角のひろゆきさんですね、本物ですよ、皆さん。 <laughs> AI かもしれないですけども <laughs> いやあり。ありがとうございます。最近ちょっと最初、近況報告的に、なんか最近、ひろゆきさん、どんな感じあ、はい、あの,最近,の最近ちょっと風邪をひいたぐらいですけど、なんか、ぎくさいってあれですね、なんか賞金なしでコンテストとかやってるんですね、うわ<あ>また、姉妹企画みたいな形でですね、はい。あまたあちょ、ちょっと映像直します、すみません。大丈夫です僕が悪い <laughs> そうなんです。優勝賞金七百、えっ、ー、と、賞金総額は七百万円、八百万円ぐらいかけたですね。醤油、そういうピッチコンテストとかもやってるんですよね。はい。りましたはい、すみません。失礼しました。はい。ありがとうございます。<お>じゃあ、それって、別に、その、あの、応募資格は学生って名乗れば誰でもいいんですか?。あ、そうです。そうです。一応学生であれば誰でも。ってこと全然高校生。あじゃあ、あ,じゃあ無職の未成年はダメそうですね。今のところ。<laughs> ちょっとそのあたり、っと今年どうしようかなっていうのはあるんですけど。はい、ではではということで、<ー>ひろゆきさん、もう早速質問<ー>たくさん来てますが、いろいろしていきたいと思います。<ー>あのひろゆきさんも随時、<ー>チャットの方であで、のー、拾っちゃってください。っとじゃあ、ね、もう読んじゃっていいんですか読んじゃっていいですよ。あの僕の方でも何個か、事前に聞いてるものもあるんですが、もしこれ先にというのはあれば。はいなんか、兄弟うです、投資と企業、どちらに力を入れたらいいですかっていうのがあるんですけど。 なんか学生のうちから投資するのってだいぶ無駄だと僕は思ってるんですよね。 あの、まあ、えっと、その、なんか、お金持ちの家計に生まれて、すでに貯金が1000万円ありますとかあったら、まあ、好きに使ってくださいって話なんですけど、その、じゃあ、例えば10万円ありましたっていう時に、学生の時代に、じゃあ、それを何らかしらの、じゃあ、そのパソコンを買って勉強するのに使おうとか、じゃあ、なんか、あの、開発に必要だから、じゃあ、なんか iPad を買いましたっていうのって、その後のなんか自分の給料がどれぐらい増えるかとか、まあ、スキルが増えるかっていうのにかなり寄与するんですけど、で、その10万円を日本の場合、銀行とかに入れといたとしても、別に大した額にならないんですよね。 なんか10万円がじゃあ2%増えましたって言っても、2000円かっていうぐらいにしかならないので、なその2%せっかく増やして2000円を増やすぐらいだったら、それをなんか自分のスキルとかにした方がいいと思うので、若いうちはちゃんとなんか自分の力になるものにお金を使った方がいいんじゃないかなと思いますけど。はいとのこととですということで、こんな感じで進んでいきます。皆さん、もう今のでね、はい、ああいつものだというところがちょっと感じてもらいたいしいなと思います。はい、<ー>じゃあ次 ここからちょっと質問させていただきますこれ事前にもらっても えとちょっとまあ自己紹介かれるというところで、はいえー、ひろゆきさんがエンジニアであるとして驚きました、実際普段どんな言語で何を作ったりしているのでしょうかごりごりコード書くって言われたんですけど、そこまで最近書いてないです。であの最近書いてないです、要はそのす自分が作ったサービスだったり、関わってるサービスとかで、ね、直さなきゃいけないところを直すとかで、一、うん、か,からバリバリ書くとかはもうそんなやってなくて、なので、4チャンとか、PHP で書かれてるんですけど、PHP をちょこちょこいじったりとか。 そんな感じです、ね、そうそうそうじゃあ、えーと、これもそれに関する質問で、2チャンネルもひろゆきさんが実際に開発からされたのでしょうか、またエンジニアとしての苦労話があれば教えていいたただきたいです。チャンネルの場合は、パールっていう言語で書いたんですけども、も最近、パールで一から書くみたいな話聞かないですよね。 まあまあまあ、まだと、とっぱり、やっしとかね、いろいろ、まあありますけどね、まあ。まあありますけど、はい。な、ね、ので一応パールでやったんですけど、苦労したというのは、エンジニアリングで苦労したというよりは、まあ、その当時、えっ、ー、と、作ったのが21歳とか、それぐらいだったんですけど、お金がなかったので、あの、無料のサーバーをひたすら使ったんですよね。 えっと最近はもうほぼ見ないんですけど、まあ、あの昔だとそのジオシティーズとかみたいな感じで、無料でホームページを置けますみたいなのがいっぱいあったんですけど、その中でたまにあの無料で CGI が置けるサイトっていうのがあったんですよね、世界中を見ると。 なのでそこの世界中でこうタダで CGI が置けるサイトっていうのを見つけて、そこのアカウントを開いてにチャンネルを置いて、でトラフィックが増えたつって怒られて閉鎖されてっていうのが、閉鎖される前に新しいサイトの新しいアカウントを用意しといて、ここはもうじき閉鎖されるだろうからこっちに移動しようみたいな、そこれの綱渡りをずっとやってたっていうところの方が結構面倒だったなってなりますね。<laughs> なんか演者としひろゆきさんはどういうタイプそれこそなんかコードをどういうふうに書くタイプとか、こういうなんかりゅ流儀とか、どういうのとかってあるんですかで行くと、その、まあ、いろんなホスティング会社を渡り歩かなきゃいけないので、あの、どこのサイトに行っても動くコードを書かなきゃいけないので、割とそのサーバー依存したコードを書かないっていうのをやってましたね。<laughs> なので確かその当時のメール周りとかは自分で書いちゃってたかな なんかあのこ、これが、要はそのこう、こういうのが、なんか置いてないと、そのサイトで動かないよねとかになったりするので、なので、なるべくそういう依存関係をなくすっていう感じでやってましたね。あとパス、パスが通らない場合とかもあったりするので。<laughs> ということで、これ、多分普段あの YouTube とか、ここまでの技術の話、普段あんまりそんなきっかけもないと思うので、今日はそういうですね、エンジニアの広きさんの一面も。<laughs> そこは、あの、今の人だとなんかもう符号プログラミングをしてるんであんまり関係ないと思うんですけど、まあ、その要はあの、メモリーだったり CPU パワーとかが大量にあるので、 で、さらにアマゾンとかだと金払えばいくらでも使えるから、まあ、したこっちゃねえやってプログラミングする人多いと思うんですけど、割とあの、僕の時代って、今の iPad よりも性能が低いようなサーバーを使って、で、1時間にこう100人を裁くみたいな、そういう感じのサイトを作ってたので、なのでなんかいかにメモリー容量、まあ、メモリーを使わない形にするかとか、じゃあそこら辺でその、あの、アパッチで繋いでくる人、アパッチっていうウェブサーバーもう今最近 p アパッチ使わないと思うんですけど、でこう繋いでくる人たちのセッションをいかに短くするか。 だそのあのセッションを基本的にデフォルトだと多分180秒とかだと思うんですけど、180秒をそこで繋いで持ってられると、まあその例えばあの1000しかコネクションを繋なげないとするとその,あの何にもしない人が500人とかになっちゃうので、なのでそのコネクションのあのキーパーライブの秒数をなるべく短くするんですけど、でも短くしすぎると同じ人があのリロードするときにまた一回コネクションの貼り直しっていうことになってしまうので、なのでその最適値の秒数をこういちいち調整するとか、 なのでなんかウェブサーバーの調整っていうのは結構昔はやってたんですけど、最近はあんまりやる話聞かないですよね。はい。どうですか皆さん。これが。 テック寄りの広さんです私はいろいろウェブサーバだったりあの、まあ、コードだったりっていうのを調整が必要だったんですけど最近あんまり調整しないでももう風で解決しちゃうっていうのがなんかいいのか悪いのか分かんないですけどなんかそういう時代になっちゃいましたね。れねはい、これ何人か質問来てます。えー、好きな言語と嫌いな言語、はい、あと、えー、Python どう思いますかって結構来てるのでその辺教えてください嫌いな言語は特にないんですけど。 で、Python は前に一回ちょっと書いたんですけど、あの、なんだっけ、あの、Amazon で使う、あの、画像を、こうか、なんかあの、Amazon の API に突っ込んで、で、その画像が、こう、あ、なんかエロい画像か、エロい画像じゃないか、みたいな判定するやつがあるんですけど、 で、それ周りのスクリプトで使ったんですけど、Python で書いた場合って、まあ大体同じようなコードになるので、まあ他の人が書いてるのを見てもか、まああの分かりやすいし、書くのにもそんなに躊躇しないっていうので、割とまあ書きやすいんじゃないかなと思うんですけど、で嫌いなので行くと多分 Cobol とか、あのまあもう使わねえし、あの、いやあのもう僕 Web 系をやらない、Web 系以外はやらないので、 ので、あの、なんか、銀行、昔の銀行のシステムで使いますとか言われた知ったこっちゃねえよみたいな、そんな感じで。なので、コボロを学ぶ気は全然ないです。好きなものは、普段一番使うのは PHP なんですかねうん、今んとこ PHP になっちゃってますね。<っ>まあ、あの、PHP って、まあ、昔は遅い遅いって言われ続けたんですけど、あの、いまあ、大量の人が使ってるので、だんだん早くなってしまって、結果として PHP でも別にそんなに早くないよねっていう状況になったりしてるので。 で、まあ、枯れてるって言えのはあの、めっちゃ枯れてるので、なので安定性としてはすごく高いっていうところで、あと、まあまあ、昔から書いてるので、新しい言語を覚えなくてもいいから楽ってなりますね。 これも、えー、と後でいいいただいてます生成 AI は普段どんな使い方をしてますか、特に開発面でお勧めの使い方があれば教えてください。もう開発で生成 AI を使うこと、ほぼないんですよね基本的にはもう、ードの修正ばっかりなので、で新しいものを書くっていうのでいくと、SE さんの思想にもよるんですけど、僕はあの仕様の最初の設計ってすげえ大事だと思っていて。 例えばまあ、現状でいくと、じゃあそのデータベースでどうやってテーブル分けをするかっていうので、そのテーブル分け閉じると、その後データベースで、あの、負荷がめちゃめちゃかかるんですよね。例えばじゃあその ID の部分のテーブルを作って、でまあ、ログインするとき ID のとこ見るよね。でもその後にじゃあユーザー名を出すんだったら、だいたいその ID パスっていうテーブルと、そのユーザー情報テーブルを別に分けたりする人いるんですけど、でもユーザー名っていうのはログインした人が表示するんだったら、もうこれセットにしとけば、ここのテーブルくっつけなくてもここだけで読めるじゃんっていうのがあって、 自分のサービスの場合、そのユーザー名も出すし、ポイントも出すしとかあるんだったら、じゃあ、ポイントとユーザー名はこっちのテープに入れちゃった方がいいよね。要はそのあの テーブル繋いで,で膨大なメモリー量を取るぐらいだったら、こっちのテーブルを多くしちゃった方が、結果としては全体としてのサイトのメモリーを少なくなるよね、みたいなので、そのテーブル設計って結構重要だったりするんですよね。で、それがじゃあ、その、まあ、最初じゃあユーザーがなんか1000人、2000人ですとかだったら全然関係ないんですけど、その、なんかユーザー数が1万とか10万になると、今度じゃあそのデータベースをどう分割するかって話になった時に、分割するときにめちゃめちゃめんどくさいのと、分割しないでやろうとするとすげえ金がかかったりするんですよね。 なので、そこの一番最初の設計を割ときちんとやらないと、後からものすごいコストに変わってくるので、なので、その最初の開発のなんかこんな感じの仕様でお願いっていうのをチャット GPT に投げちゃうっていうのは、なんかそのテストで何か作るんだったらいいんですけど、その、そのデータベース仕様をサービスで後から途中で変えるってすげえめんどくさいので、なのでそこは僕は逆にチャット GPT を信用してないですね。えー でも、開発以外だと普通に使われてるんですかなんか、あの、文章とかを書くときに、ちょろっと使ったりすることはあるんですけど、でも、あんま僕使わないんですよね。結局、チャット GPT が正解を出すよりも、あの、ググって誰か人間が書いてるものを見た方がよっぽど効率がいいっていうのがあったりして、その、ふわっと何かを知りたいとかであれば、多分チャット GPT でいいと思うんですけど、で、昔のチャット GPT って、あの、ちゃんとソースの URL くれたんですよね。 あの、その判断をした URL を教えてくださいっていうと、あの、ここのサイトにありましたっていうのがあるんですけど、最近出さなくなっちゃったんですよ。あの、訴訟対策だと思うんですけど、要はあの、その URL 出しちゃうとどっから情報を抜いたかってバレちゃうので、なので、あの、そこで訴訟対策のためにこう、どっから情報を抜いたかわかんなくしちゃってるんですけど、そのせいでそのチャット GPT が書いている情報が正しいのかどうかを確認する術がすぐ手に入らないので、なので、それだったら自分でググって、あ、こういうサイトでこういう人が書いてるんだ、じゃあ事実だなとか、 っていうのが分かるっていうのがあったりするので。なので、あんまり僕使わなくなっちゃいましたね。ああ。これは結構いい、意外みたいな意見も、結構チャットでも来てますね。まあ、やっぱソースの URL 出さねえとか勘弁してくれよと思うんで。なので、多分バードも出さないんじゃないかな。あの、マイクロソフトの瓶にくっついてるやつも、あ、瓶のやつは URL 出すか。でもなんか、僕がこう聞いたので、割となんか、いい情報が出なくて、なんか違う URL 出たりするとかで、 そが結局まああの、どの AI 系もそうなんですけど、どこからデータ取ってるっていうのがバレると、訴訟ですげえ金払わなきゃいけないっていうのがあるので、なので基本、も URL 出さなくなっちゃったんですよね。なので、なんか使いづれこれ関連で、これもチャットでいただいてます、生成 AI の登場なので、将来エンジニアの仕事はなくなるという見方もあるようですが、ひろゆきさんはどう思われますかあ多分みんなめっちゃ気になってると思うんですよね。 いや、なんか、その、絵を描く人って、そのアドビの、じゃあ、フォトショップ使いますとか、イラストレーター使いますとかあると思うんですけど、で、じゃあ、そのなんか、えっと、人の形にこう切り抜くとかっていうのは、あの、ステッキのボタンポチッとして切り抜くみたいなのを自動でやってくれるんですけど、で、ああいうなんか便利なソフトウェアの機能をついたからといって、イラストレーターをやる人がいなくなるかっていうといなくならないじゃないですか。イラストを描く人がより便利になりましたよねって話で、 なので、その、エンジニアとしてより便利な機能がいっぱいついた開発環境というのが育ちますよっていう話と、なんか、プログラマーがいなくなら全然違う話だと思うんですけど、なぜこう全然違う話をごっちゃにするんだろうって、なんか、なんだろうな、あの、ガチでプログラムやってる人で、AI が普及して、俺の仕事なくなるかもって言ってる人聞いたことないんですよね。 エンジニアじゃない人とかエンジニアになろうとする人がなんか AI でプログラマーになるかもみたいなこと言うと思うんですけど、やはりそのエンジニア側としてはなんかツールができて便利じゃんみたいな。で、ある程度仕様が分かったらこれ俺書かなくても、まあバーッとやってくれて、で、ちょこちょこ直すだけでいいから便利じゃんっていうだけで、そのプログラム需要がなくなるみたいな話を、だからガチエンジニアでしてる人あんまり聞かないんですけど、なんでみんなそう思うんだろうっていうのがすごい不思議なんですよね。 なので、もしその、アドビのイラストレーターとか、フォトショップとか、その、マクロメディアもないか、なんかそこら辺のその、なんか人譜だったりとかって、絵を描くソフトウェアが一切世の中からなくなりましたってなったら、あ、さすがに AI すごいなと思うんですけど、でもやっぱ人が物を作るとか、こういうものが楽しいよね、面白いよね、みたいな部分って必ず残るので、なのでなんか AI でそのエンジニア絶滅みたいなのはないんじゃないかなと思いますけど、ただコーダーは減ると思います。 なるほどですこコーダーっていうのはちなみにどういうニュアンスですか、ね、あそのなんかあのこのこ えっと、SIR とかに勤めていて、この仕様でこういう形のコードを書いてくださいっていう、あの、どういう風にしたらこのプログラムは早くなるだろう、メモリーが少なくなるだろうとか、なんかユーザーに合わせて使いやすいだろうとかっていう試行錯誤をするのではなく、言われた通りろくでもない仕様でひたすらコードを書くだけのお仕事っていうのが、エンジニアという仕事の中には、あの、含まれてるんですけど、その部分は多分チャット GPT 的なものにどんどん代用されて、あの、人は減ってくんじゃないかなと思うんですけど。 この,こ,とですこの辺皆さんヒントが非常にありそうな気がしますね。はい、なのであの、コーダーをやるのはなるべく控えた方がいいんじゃないかなと思いますけども。はい、ありがとうございます。じゃあ、なんか、随時、ひろゆきさんもなんか、拾っていただければと思いますが。はい。じゃあ、じょ情報、飛んじゃった。 え、情報系の大学1年生です。私は大学院、大学院へ行く基準は研究したい分野があるかどうかだと思ってますが、ゆりゆきさんだったらどのような基準で判断しますか僕は続くかどうかですね。多分なんかあの、就職に有利だから、あの、こういうとこ行こうみたいな人も全然いると思うんですけど、それで続けられるんだったらいいと思うんですけど、僕、興味のないものができないんですよね。なので、大学心理学に行ったんですけど、まあ、多分心理学以外だったら続けるの無理だったろうなっていう気はしているので、 なのであの、自分の興味が向いてこれ続けられるよねっていうものを選んだ方が続けやすいんじゃないかなと思います、僕はあの。興味がないものでもできますっていう人たまにいるんですけど、そういうタイプの人は別にどこ行ってもいいんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。じゃ次、僕からもいきたいと思います。来月、ハッカソンに挑戦します。初めてのチーム開発なんですが、チーム開発のポイント、気をつけるべきるポイントなどあれば教えてくださいそうとです。 うーん、あの、なんだろうな、チームメンバーによるんですよね。その、メンバーによって自分がリードを取るべきなのか、リードを任せるべきなのかっていうので、立ち回り方がだいぶ違うんですけど、 で、実力のある人であれば、変な奴にリーダー任せちゃうと、その結果、その間違った方向に進んでしまって、後で完成しないみたいなパターンもあったりするので、そこら辺のその間違ったやつをリーダーにしないっていうのが見抜けるかどうかなんですけど、そこを見抜けるんだったらもう自分リーダーになっちゃった方がいいと思うんですけど、なので、多分、う僕口が上手いので、大体そういうとこでも、それなりのリードポジションに近いところに行っちゃうんですよね。 要はその間違った人をリーダーにして間違った形で進んでしまって、でタイムアップですってなっちゃうと、もうな何しに来たんだろうってなっちゃうじゃないですか。なので、なるべくそのリーダーに近いポジションにいた方が、その後悔が少ない。要はあの、 まあ、プロジェクト自体失敗したとしても、自分のベストを尽くして失敗したのであれば、もうしょうがないよね、実力不足だよね、なんですけど、なんかその誰かをリーダーにして、でいや、その仕様だと後で詰まるぞ、みたいなので書いてって、はい、詰まりました、できませんでした、となると、こいつのせいで俺負けた。で、あの時にこう言ってれば、ひょっとしたらそれ回避できたかもとか、なんか自分がリーダーのポジションを取ってたら回避できたかもっていう後悔をするのはあんまり好きではないので、っていう感じです。はい。 順番あのー、僕がピックするのと、ひろゆきさんピックするのと。あのさんめっちなみに、コメントで金額書いてくれてますけど、スパチャじゃないんでね。金額書いても、<laughs> <laughs> <laughs> ひろゆきさんには入りませんからね <laughs>。はい。えっと、じゃあ質問なったんですけど、えー、最近 AI と Web でどちらに力を入れて勉強する日か悩んでいるのですが、どちらがいいのでしょうか。えっと、あの僕、AI はすごく役に立つし、あの その、まあ、勉強するというか知っとくべきだと思うんですけど、ただ AI の勉強をガチでやることっていうのが、AI 開発者になるわけではないのであれば、あんまり意味がないなと思ってるんですよね。あの、まあ、その、OpenAI の ChatGPT すげえって言われてるんですけど、で、4が出たぐらいの時に、ひょっとしたら OpenAI 潰れるかもなっていう話、僕ちょろっとしたことあると思うんですけど、 ここでしたね、かな。えっと、まあ、なんでそういう話をしたかっていうと、あの、大規模言語モデル LMM が、あの、作るのにめちゃくちゃ金かかるんですよね。で、チャット GPT のサーバー群だけで1000億円とか確かしてたと思うんですけど、で、そこまででかいものを作ったにもかかわらず、割とちっちゃい、あの、まあ、そのサイズで、その、そんなにお金をかけてないものでも、そこそこの性能出ちゃうよねっていうのが、割とちょこちょこ出たりしてるんですよね。Facebook が作ってるリマでしたっけだったりとか。 で、さらに、あの、最近なんか、えっ、ー、と、その、LMM のモデルの中で、その、どういうも、その、言語処理をしているかというアルゴリズムを、あの、こっそり引き抜いちゃうっていうのを、茶質問することでやるっていうのを、やった、その、あの、 セキュリティホールではないんですけど、そこの穴をついた人が、あの、なんか論文みたいな発表してたんですけど、で、そういう形で、割とその LMM のアルゴリズムっていうのも、結構引っこ抜けちゃうよね、みたいなのが分かってくると、1000億円レベルで投資をしたとしても、実際にはそこまでそう回収できなくて、で、100億円ぐらいで作ったものがそれなりに普及してしまうっていうパターンが結構あり得るんじゃないかなと思っていて、で、今だとまあ、その、オープン、 AI のそのチャット GPT に毎月サブスクしてお金を払ってみんな使うっていう形がほとんどだと思うんですけど、じゃあその、それなりにちっちゃい AI のモデルでもうスマホとかに入りますっていうので、それなりのことできるよねってなっちゃうと、別にサブスク払う必要ないよね。で、その最高峰のレベルを目指したいとかであれば、それはまあ Apo Open AI にお金払うっていうのになると思うんですけど、そなんかじゃあちょっとしたことでなんかコパイロットみたいのでやってもらいますとかであれば、別にもう無料のものとか、そのあの、 オープンソースでやってるもんでもいけるよねっていうことになってしまう気がするんですよね、時間の問題で。って考えると、その、どの言語モデルがいいのかとか、どれが流行りないのかとか、でチャット GPT に特化した形で、なんかいろいろこう、チャット GPT を使ったサービスとかっていうのを作ってる人もいると思うんですけど、その、なんかビジネス体系が公開するのは結構早いんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、その、 今の人だと分かりづらいかもしれないんですけど、昔データベースってオラクルの有料のを買ってお金を払うのが当たり前だったんですよね。でも今でもまあごく一部オラクル使うのありますけども、大抵別に無料のもので、まあリア DB とかでいいじゃんっていう時代になっちゃったと思うんですけど、っていう感じでそのソフトウェアとかってある程度無料のものができたらそれで十分だよねっていうので普及しちゃうっていうのがあるんですよね。まあそのフリーベース D だったり Linux だってもともとあのユニクスの有料の OS と同じようなことをしようっていうので生まれたことなので、 なのでなんか、そこら辺の大規模言語モデルの、ね、LLM も無料のものが生まれて、それがどんどんこう開発されて、開業されていって、だからすげえ高い金払わなくてもいけるんじゃねっていうことになるんじゃないかなと思ってるので、 なのでその AI 開発者になるとかではないのであれば、AI 情報みたいなのをめちゃめちゃ追い続けて、ウェブの知識がありませんみたいになるぐらいだったら、普通にウェブのプログラミングもできるし、まあ、AI は多少分かってるけど、最近のトレンドはググるよぐらいでいいんじゃないかなというふうに思ってたりします次は私かひろゆきさんが今、<laughs> 無名の大学生なら何をしますか、ひろゆきさんのように自由な暮らしがしたいですということです。 まあ、携帯のアプリ作るんじゃないですかね。その、自由な暮らしって結局、その、あの、誰かに命令されるわけでもなく、あの、なんか好きなところに住んで好きな仕事ができるようになるという状態だと思うんですけど、で、そうすると、まあ、ウェブサービスでもアプリでもいいんですけど、その、なんか自分でさ、あの、サービスを当てると、まあ、その、それで毎月お金が入ってくるので、 で、それだったらば、まあ、例えばじゃあ日本に住みたいだったら別に日本に住めばいいんですけど、じゃあなんかパラグアイに住みたいって言うんだったらパラグアイに住みながら開発をするとかでも全然いいと思うんですよね。なので、その、 まあ、その、えっと、家賃が安くて快適ななんか南の島に住みながら、プログラムをして暮らしたいみたいなこともできたりするので、なので、あの、ウェブ系で完結しとくと、要はその、で、どっかの会社で働くになっちゃうと、その会社のミーティングに参加しなければいけませんとか、取引先になんか会わなければいけませんとか、なんだかんだ言って日本から離れられないっていう状況が結構多くなっちゃったりすると思うんですけど、なので、あの、そのアプリとかであれば、アプリの開発さえちゃんとやってて、で、まあ、ユーザー向けの対応だけきちんとしてれば、別に誰かと会わなきゃいけない。 なその中、会食に行かなきゃいけないとかっていうのも特になかったりするので、うんうん、なので、アプリカウェブサービスを当てるっていう方が自由度は高いんじゃないかなと思いますけどアプリカウェブサービスを当てるというところの観点で,です、ね、ひろゆきさん流のサービスをヒットさせるコツ、多くの人に使ってもらうポイントなどがあれば当ててください、2茶の時はどうやってたんでしょうか。 えっとそのサービス作りがうまい人に2つの種類の人がいると思っててあの自分で使うサービスを作るタイプの人とあの自分で使わないけどこれがきっと流行るだろうっていうので当てに行くタイプの人っていうのがいてで僕自分が使うサービス以外当てられないんですよね。で<ー>はあの自分が使う視点で見てこういうサービスないよねとかこのサービスこうした方が便利だよねみたいなので割とその試行錯誤をして改良するっていうその まあ、どちらかというと僕はあの口うるさい消費者側なので、あの人のサービスにすごいこうケチつけるのが得意なんですよ。なので、それが自分のサービスでも、これこうだった方が便利だよねとか、ここは端折っても大丈夫だよねみたいな、そういう感じのがあるので、割とそと自分自身が使うことであのその改良していくっていうタイプですね、僕は。そうじゃない人もい人ますけどじゃあ、次はしひろゆきさん、ぜ <laughs> ひ、披露しちさん、は<ひ>さい。<え>はい あ、はい。えー、ひろゆきさんの経験上絶対取っておけという資格はありますかっていうので、自動車免許。大事だ、あの、えー、大人になると自動車免許を取りに行くような暇ってないですからね。で、なんか別に日本に住む分には電車乗ればいいじゃんとか、タクシーとかあるじゃんって考えがちなんですけど、あの、大人になってみてアメリカに行く機会ってたま、大体のエンジニアで優秀な人ってちょこちょこあるんですよね。で、アメリカに行くとやっぱ免許ないと移動できないんですよね。 なので、そういう意味でいくと、あの、免許だけは若いうちに取っといた方がいいなっていうのはあります。はい。ちなみに、あ傷つけでなんかあ、ね、なんかありますもしか気づ傷つけ必要ないと思いますうん。いや、まあ、あの、あるにはあった方が面接とか通りやすいと思うんですけど、その、中途半端な資格だけを持ってる人が来たときに、ま、あそれなんか、じゃあエンジニアだったらそれなんか、 一週間二週間勉強したら取れるよね、みたいな資格しか持ってませんっていう人が来た時に、僕多分この人プログラム嫌いなんだろうなと思っちゃうんですよ。 その、まあ、僕らの世代のプログラマーで優秀な人って、あの、ゲームが好きで自分で作りて、みたいなので、プログラムをやりたいから始めた人が多いんですよ。で、プログラムをやりたいから始めた人って、すでにプログラムをかけてるから、資格を取る必要ないんですよ。俺、このソフト作りましたって言えば、あ、作ったんだっていう話でも話終わるんで、なのでなんか、自分が作ったものがないっていうエンジニアが、俺は実力があるんだぞと説明するために持ってきてる資格ってなると、あ、こいつ何にも作ったことねえんだなって っていう証明に逆に逆見えちゃうんですよなので、なんか、こういうアプリ作ったことあります、こういう資格もありますよだったら全然いいんですけど、なんかその、こういうアプリ作ったことありますがない状態で、なんか、その、ちょっと頑張りは取れるよねみたいな資格を出されると、あこの人、趣味でプログラムやるやつじゃないなっていうのがわかるので、やっぱ趣味でやってる人と、その金のために儲かりそうだからやってる人だと、その先の成長が違うので、なので、僕は、その、なんか、中途半端な資格だけ持ってる人っていうのは、あえて避けます、ね。

他のとこってやっぱちゃんと意識して CM 作ってるのに、おっさん滑舌悪いから何言ってんだかわかんねえっていうのと、あと、そのフルサイクル開発を進めてたんですけど、あの中小企業フルサイクル開発当たり前なんですよ。 だって人いないんだもん。お客さんが来た時にそれは話するのエンジニア役ちょっと話をするよねで、中小企業はフルサイクルなんて言わないし、これが普通なんですよ。だからむしろフルサイクルじゃない開発環境の方が会社としては規模がでかいって話になっちゃうので、フルサイクルを押すっていうのはちょっとどうなのかなっていうふうに僕は思ったんですけど、<laughs> あすいません、はい。大丈夫です。いやでも なので、逆に言うと、あの、中小企業の方が成長はしやすいんですよね。はい、あの、お客さんから直接文句言われるので、その、お客さんをいかに騙すかっていうテクニックが手に入るんですよね。要はい、はい、その、お客さんから言われた通りに言われたものを作ってたら、どんどん高数化あるからし、で、最終的にこの通り作ってたら、後でトラブルよねっていうのが分かってる時に、お客さんが表面上喜ぶんだけど、実はその問題があんまり解決してないけど、気づいてないみたいな、そういうテクニックを増やすっていう結果になるんですけど、 でその方が割とうまくいくことが多いんですよねあのなんかその問題解決の知識でよくあるクイズがあるんですけどえっとエレベーターの待ち時間がすごい長いとクレームがありましたでじゃあそのビルの管理者はどうしますかっていう問題ででまあ一般的なそのエンジニア的な解決だとエレベーターを早く動かすっていうのになっちゃうんですけどまあそんなことできねえとなのでそのエレベーターの,あの,そのビルの会社の人がやったのはエレベーターの前に鏡を置くんですよ 鏡を置くと、人はなんとなく鏡を見てしまって、で30分、1分ぐらい、なんとなく時間が潰せてしまうんですよね。なので、結果として待ち時間は変わってないんだけど、あの、待たされるというクレームを言う人が減るっていうのがあったりするので、で、割とその、ユーザーインターフェースとかもそうで、その、人間ってこういうふうに考えるよね。例えば、その、進む、進むみたいので、あの、ユーザーの個人情報登録の画面を5ページぐらい済ませるってなると、途中で絶対飽きるんですよ。 で、もういいやってなっちゃうんですけど、だって最近だとあと何ページありますよって下にバーを出すとか、あと1ページをめちゃめちゃ長くするとか、そういう形でその人間ってどういうふうに考えるのかっていうところで、その問題解決をしていくっていうのをやると、割とその、あの、個数をかけなくても、結構なんか苦情を減ったりするってったりするので、なので、あの、いかに人を騙すかっていうのをちゃんと覚えた方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> あ皆さんご質問ください。あの、ちなみに今回あの、 ひろゆきさんとギクスでつないでくれたのはあのカルタホールディングスの社長だったりするので、<laughs> <laughs> そこにつながってるんで、ちゃんとご安心ください。ちなみにおお、おすすめはちなみにありますかいやでも僕、ちっちゃい会社の方が伸びるんじゃないかって、やっぱ思ってるんですよね。やりたくないことをやらざるを得ないという方が、若い人は成長すると思うんですよね。 もちろんあの専門職になって、これだばっかりを追求したいですっていう人、まあ、それはそれで年取っていけばいいと思うんですよ、もうインフラだけやりたいですとか、もうウェブとか書きたくないっすみたいな人もいると思うので、ただなんか、ウェブもやるし、フロントエンジニアもや,そのやるし、そのバックエンドもやるしっていうので、いろいろやっといたほうが、結果としてその、まあ、何か問題が起きたときに、問題がどこにあるのかっていう切り分けがしやすいんですよね。 いやそのインフラしかやってない人って、いや、インフラ問題ねえよしか言わないし、で、うん、ウェブの人は、いや、それはだってインフラ側が、開始が遅いからこうなっちゃってるんだよね、みたいなんですけど、じゃあそれを、インフラでその問題を解決するのか、ウェブ側で解決するのか、このタイミングでこの仕様だったら、こういう形にした方がいいよね、みたいのって、おのおのやっぱりその全体が見えてないと分からないんですけど、その全体を見るっていう力が、多分、専門職ずっとやり続けると身につかないんですよね。うん、なので、あの、某、 上場企業で、でかい会社で働いてた時に、そのインフラ部門を結構まとめてる権力の強い人がいて、で、そこでそのインフラに関してが文句言えなくなっちゃったんだけど、これは明らかにインフラ側の問題なんだけど、でもこの人へそ曲げちゃうと、もうインフラがうまく使えなくなっちゃうからっていうので、すげえ燃えた末に、その偉い人を下ろすっていうのをやって、なんとか解決したみたいな話があるんですけど、 結果としてやっぱその全体を見えてる人がその仕様設計なり何なりをしないとどこかのこれしかわかんねえっていう人が俺の分の仕事はちゃんとやってるんだからこれ以上変える必要ないよねってなってしまうとまああのセクショナリズム的なそのあの自分のことだけやってるっていうのでこう全体の問題というのをどんどん他人にこう,こうあのたらい回しにするっていうあのなんかお役所仕事みたいなことになってしまったりするので なので、全体を見る目を養うためにも、いろんな仕事はした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。とのことです。はい。ありがとうございました。はい、ちょっと毎年これ、恒例になったと。じゃあ、続きましてひ、ヒロきさん、全部選んでいただきたい,いますあ。はい、じゃあこのか、僕の方、サイバーセキュリティの勉強をしたいんですけど、どこから始めたらいいですかヒロきさんならどうしますかっていうので、今、僕、ちょうど、コーセラっていうところの、グーグルがやってるサイバーセキュリティのコースをちょこちょこ進めてるんですよね。 あの、オンラインの大学とか、あと、ま、グーグルとかが、いろんな、あの、こう、資格だったりっていうのができますよっていうのがあって、で、あの、なんだっけ。なんか、リスキリングなんとか協会みたいなところが、本来数万円するやつを無料でできますみたいなので配ってて、あ、日本リスキリング協会のやつ。で、これをちょこちょこやってるんですけど、最近だとなんか、女性限定で5000名までそれがもらえるみたいなのがあったかな。で、サイバーセキュリティの仕事って何ですかっていうのって、結構難しくて、あの、 この仕事で俺実力ありますっていうのを他人に証明するのすごく難しいんですよ。例えばじゃあえー、えと、ー、じゃあ、スクエアエニックスという会社で働いていました。で、そのセキュリティ部門で働いていました。っていう人が、この人のおかげでスクエアエニックスのセキュリティが硬いのか、クラッキングされてないのかは、他人から見て分かりようがないんですよ。 なので、その、セキュリティに関してすごい知識があって経験がありますっていうのを、面接で伝えるのもすごく難しいんですよね。で、それで行くと、あの、あ、グーグルが認定してるこういう資格あるんですよって言われたら、あ、グーグルが認定する資格を取ったのであれば、その人はきっと大丈夫だろうっていう。要はその、面接をする人が、その、口だけうまいだけで、実力がない人を取ってしまったら、後で怒られるじゃないですか。 なので、でもこの資格取ってるんだから、それなりに実力あるはずでしょっていう、そこの証明っていうのでいくと、やっぱ資格を持ってる人を取るっていうのが、サイバーセキュリティに関しては結構安定な気がするんですよね。要はその、ものづくりだと、このサービス作りましたっていうのはすごくわかりやすいんですよ。なので、じゃああんた何書いたことあるの何作ったことがあるのなんですけど、セキュリティ詳しいですって証明難しいんですよね。 だから、最新のトレンドとかで、なんかこういうウイルスがありますとか、こういうなんかハッキングの方がありますよとかって、別にニュースにもわかるし、なので、あの、付け焼き場の知識は付けやすいんですよ。 でもその全体としてじゃあそのサーバーの構成どういうふうに置くべきかとかじゃあそこでじゃあそのサーバーにアクセスする権限を持ってる人っていうのをどういう形で権限を配るかとかそのこのじゃあログインのところのテーブルは見られるけど個人情報は見られないにしようっていうそのセクションをどうやって分けるかとかその会社に応じてすごい知識が必要なんですけどでもそれってその会社の状況を見ないとそうやって分けたのが正しいのかどうかわからないので なので、サイバーセキュリティに関しては僕は他人に対していかに証明できるかは結構大事なんじゃないかなという気がしてるんですけども、はい。はい、もしくは、あの、めちゃめちゃクラッカーとして有名になるっていうパターンですね。<laughs> あの、ゼロチアキさんみたいな、あの、世間を揺るがす事件を起こすみたいなのやって、で、あれをやったの俺っすって言われたら、<laughs> あ、こいつすげえなってなるので、あの、悪目立ちっていうパターンは、サイバーセキュリティは結構ありますね。<laughs> <laughs> FBI だと、ケビン・ミトニックさんっていう、あのめちゃめちゃやらかした人を最終的に捕まえた後雇ったりしてるので、であと、キャッチ・ミ・フ・ユー・キャンっていう、あのレオナルド・デ・カプリオが偽札を作る映画があるんですけど、あれも元になった人っていうのはそのの、その後、FBI で雇われて、なんか偽札鑑定士としてあの、すげえ優秀な仕事をしたっていうのもあったりするので、なので、あの悪目立ちをして仕事をするっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけどね。 ピックさせいます、えー、今回の劇団で落合陽一先生や松尾豊先生も登壇されてましたがお二人はどんな印象ですかお二人と話してみたいことなどありますかぜひ,ひひろゆきさんと対談が見たいですそうでも松尾さんも落合さんもあのメディアで話したところどこかコンテンツ載ってると思いますけど えっと、二人とも共通するのは、あの、優秀、めちゃくちゃ優秀なんですけど、その大学という枠組みにいるせいで、多分、20年後とかには、あの、作品として残るものがないんじゃないかなって気がしてるんですよね。 要はあの、ま、例えばじゃあその論文を書きました。その業界においてはあの論文書いたあの人すごいよね、となるんですけど、で、お茶ゃ先生も論文を書くためにこういうシステム、技術を作りました。で、こういうインスタレーションをやりました。で、論文になりました。でお、すごいよねって業界の人はわかるんですけど、その、じゃあ芸術系のそのインスタレーションとかって、もうそれでなくなったらもう見ることはできないじゃないですか。なのでなんか昔いっぱい論文書いた人がいたよねになっちゃうんですよね。 でもそのサービス作ってる人だと、じゃあヤフー作りましたとか Google 作りましたとか、まあ2チャンネルでもニコニコ動画でもいいですけど、で10年後も残ったりするじゃないですか。うん、なのでそうすると、あ、あれ作った人なんだってなるんですけど、めちゃめちゃ優秀でいろんなものを作ってたとしても、大学という枠組みでものを作ってる限り、まあその論文発表したりとか、まあその、あの、設営期間が終わったらもうなくなってしまうので、 なので、その、まあ、あ論文を出すということ自体が、その会社の、あ、じゃあ会社じゃなくて、その大学の先生の仕事ではあるので、いっぱい論文を書きましたよっていうことは、社会にとってはすごく良いことなんですけど、その、えっ、ー、と、アカデミックな世界においてはすごく良いことなんですけど、一般の人たちから見ると、あの、結局何作った人なのかわからんって言われちゃうっていう、ところがあるので、なんか、もったいないなーっていうので、もうちょっとなんか、あの、 その、落合先生だったり、その、松尾先生が作るサービスっていうものが世に残る形の、なんか制度とか仕組みがあった方がいいんじゃないかなっていう。ので、ちょっとなんか、その、優秀さが、そのアカデミックという論文の世界に閉じこもってしまうので、なんかそこがこう一般の人たちでも触れられるものを作るっていう方向に行く制度になってた方が、より優秀さがような感じわあるんじゃないかなというふうには思うんですけども。はい。ぜひ、今度そのあたりは、ぜひ、 あの対談してみてください。じゃあメールいやでもそのだ <laughs> な,なんだろうな <laughs> あれ誰とお茶屋さんとあそうだお茶屋さんと話した時か <laughs> あの新ドラマ理想の話になったんですよね。<laughs> まあその シンドラという人が、あの、まあえー、ユダヤ人が割とその、ドイツでひどい目に遭ってるときに、じゃあそれを他の国に、あの、ビザを出して他の国に行けるようにして逃がそうっていうのをやった人がいるんですけど、日本人だとあの、杉原中根さんという人が同じようなことを、あの、リトアニアでやってたりするんですけど、で、僕、その、日本の人たちの割とエンジニアの給料結構安いよね、みたいなときに、海外行った方がいいんじゃねっていう側の派閥だったんですよ。 で、まあ、海外行くと割と給料高く、日本人のエンジニアも働いたりするので、っていう話をしたときに、あの、落合さんって、いろんな海外の大学とかに日本人エンジニアを振り込みまくってるんですよね。要は、うん、自分の教えた学生とかに紹介状をつけて、こいついいやつだからあんたの大学の研究入れてやってくれよ、みたいなのを送って、バンバン日本中に、あの日本からこの世界にそういう教え子を送るっていうのをやってて、 なので、そういう仕事もしてるんですけど、一般の人知らないじゃないですか。うんうん、<laughs> っていうのがあって、なんか、その、いろいろ努力をして、その日本のえん、その若い人たちがちゃんと海外で経験詰めるようにというので、お茶屋さんがいろんな努力をしてるんですけど、なんかそんなのも知らないで、なんかニュースで出てくるうさんくさいおじさんっていうふうにしか見られてないのが、なんかもったいないな、というふうに思ったりしませいそうですね。じゃあ次はし、ひろゆきさんから質問をひ拾っちゃってください。 あ、いやいやいや、そうだな、ずっと喋ってて、適当に、じゃあ適当に触れまーす。え、はい、AI に感情を持たせて、ドラえもんのようなロボットを作り、社会的弱者の相談役とする研究をしたいんですが、どのような分野との融合を考えると良いでしょうかまあ、でももう十分できちゃってる気がしますけどね。なんかあの、チャット GPT ベースで、あの、アニメキャラの顔で喋る女の子のサービスがあったと思うんですけど、それが結構、あの、ちゃんと話してくれるんですよね。会話として。で、今あの、 子供だったっけはい、はい、子供かな子供で,で、あの、声フォントっていう、あの、広い AI みたいなのやってる会社があるんですけど、で、あそこがそのテキストの音声をかなりあの自然な日本語で話すっていうのをやれてるので、なので、それ組み合わせれば、その、子供で喋らせて、あの、まあ、質問して、で、そのこうテキストで変換して、あの、子供でこうテキストで出させて、で、それをあの、自動音声で出させるみたいなのって結構できるので、 で、あの、よくある誤解だと思うんですけど、あの AI には感情がなくて人間には感情があるって、これ僕誤解だと思ってて、うん、あの、感情があるように認識してるという話で、認識問題なんですよね。 えっと、例えばじゃあその感情があるというふうに人間がなぜ思うのかで、実際じゃあそれを紐解いてみると、飯が食いたいっていう本能だったりとか、なんかエロいことをしたいっていう性欲だったりとかで、それは感情ではなくて、むしろ虫とか動物とか一緒で、それを本能に基づいて忠実に行動してらっしゃるだけですよねっていうのも結構あるので、それを人が感情だと思うかどうかなんですよ。 なので、その AI のやり取りというとも、その悲しいとか嬉しいとかっていう感情表現を割と多めに発話するようにするとかっていう形でそのパラメータのチューニングの問題で人はこの子は感情的だなと思い込んでしまうっていうのもあるんですよね。 あと、その、じゃあ、綾波レイみたいに、あまり感情的な言葉を使わないで、その表面に、表情にも感情的なものを出さないっていう人間がいたとして、それはでも、で、その横に、じゃあ、あの、めちゃめちゃ感情的な言葉を使って、表情豊かな AI がいたときに、はい、どっちが AI でどっちが人間でしょうっていうふうになったら、多分、リモートだと騙される側結構多いと思うんですよね。なので、その、感情を持たせるっていうのをやろうとすると、すごく難しいんですよ。感情とは何かっていうの、答えがないから。 要はその感情っていうものが僕は実は存在しないんじゃないか派閥なんですけど、ただそうすると感情ってこれだよというないものを再現しようとすると人によってこれは感情があるように見える。これは感情がないように見えるとかっていう風になるんですけど、もう最初から感情はなくて感情があるかと思わせるようにどうアルゴリズムを作るか。で、どうそのチャット GPD なりそのあの LMM にそのパラメータ調整するかっていう形でいった方が答えには近いんじゃないかなというふうに思うんですけど。はい。 ありがと次の質問まいりましょう。えー、<い>この劇場でもエンジニアはまず手を動かせやってみろと言われますが何から始めたらいいかイメージが湧きません手を動かすハードルを超えるコツ最初にやった方がいいことなら教えてください。と歩ほ、えっと、の WWW 入門というサイトをまず一から読んでそこであの HTML を書いてくださいっていうのを毎回言ってる気がするんですけど。<laughs> はい,はい,はい、はい 僕は HTML もプログラミング言語であるっていうのを割と一生懸命言い続けてるんですけど、あんまり同意されないんですよね。その、まあ、あの、じゃあ JavaScript というのはコードを書いて、で、それをブラウザーがそれを理解して、ブラウザーが、まあ、あの、勝手に何かの挙動してくれるっていうプログラム言語ですよって言ったら、多分みんなそれは同意してくれると思うんですよ。でも HTML も、その、 コンピューターが理解できる、まあ、ブラウザーが理解できるコードを書いて、で、それによって、打った情報とは違うことが起こるわけじゃないですか、ブラウザーの上で。なので、HTML も JavaScript も一緒じゃねだから両方ともプログラムだよねっていうふうに僕は思ってるんですよね。要はその、人間に理解してもらうための言語ではなくて、ブラウザーに理解してもらって、ブラウザーをコントロールするための構文がありますよっていう話なので、なので、HTML から始めちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。その、やっぱ、 プログラム環境って作るのが結構めんどくさいんですけど、HTML だったらそのメモ帳とブラウザーがあれば、なんかあの、B、あの、広行、B 閉じるってやると、なんかアフト文字になったみたいなので、そうなんか思い通りに動かすっていうのをまず体験して、うん、あ、これを広げていけばいいんだっていうふうな形でやるといいんじゃないかなと思うんですけども、はい。プログラムのやる気が出ませんどうしたらいいですか <laughs> シンプルな、来てますね。いや、うん、でもやる気がないんだったらやんなくていいんじゃないかなと思いますけどね。 <laughs> あの、その、何のためにそのプログラムの、まあその勉強的なのをやらなきゃいけないかっていう、多分根本の問題だと思うんですけど、例えばその20代で年収1000万円欲しいってなるとすると、多分会社員で行けるのって、どうだろうな弁護士資格持ってたらいけるかなあとはまあテレビ局とか、あの大手のその出版社とか入れば20代で1000万いくかもしれないですけど、 ごく一部の会社を除いて業界として20代で1000万ってほぼないと思うんですけど、エンジニアで20代で1000万取ってるってザラなんですよね。多分上場企業のエンジニアで。 年収に1000万超えて回すっていう人見て驚くってないと思うんですよね。まあもちろんあの、その底辺の仕事をいっぱいやってますっていう会社は別ですけど、割とあのサービスをきちんとやってますっていうのは。なので金儲けたいだったりとか、あとはまあその行動をたまに書いてあの好きな国でダラダラ暮らしたいっていうのを僕みたいなタイプだったりとかっていう、その自分がこうなりたいよねっていうところから、じゃあこれ実現するのはまあエンジニアになるしかないよねっていうパターンだったりとか、 またまあ、こういうゲーム作りたいよねとか、こういうサイトを作りたいよねっていうモチベーションだったりっていう、その、なんか、プログラミングを通して何をしたいかっていうところにちゃんと行き着くべきだと思うんですよね。 で、僕別にあの、プログラマーになりたいわけじゃなくて、プログラムを書けるようになりたいがためにプログラムを書くようになったんですよ。なので、あの、別に、プログラム大好きです。何度書けるようになりたいです。じゃなくて、じゃあその掲示板で2チャンネルというものを作りたいから、じゃあパールを学びつつやりましょうとか、で、じゃあ他のサイトとかも、じゃあこのサイトやるんだったら PHP の方がいいよね。じゃあ PHP を学びましょう。なので、その、プログラム自体は単なる手段でしかないので、なのでその目的というのをちゃんと意識した方がいいんじゃないかなと思います。 では次、英きさん、拾っちゃってください、はいはいえーと。ウェブデザインをするときの工夫と参考にしているサイト、フレームワークについて教えていただければ嬉しいです。僕はあの、フレームワーク使うの大嫌いなんですよね。うん、いや、まああのその、なんか、どうでもいい、誰でも作れるようなサイトを作るんだったら、フレームワークを使った方が便利だよねは、まあ、至極ご、もっともなんですけど。 あの、ちょっと変わったことをやろうとすると、そのフレームワークが対応してなくて、で、フレームワークを改造してしまうと、結果としてそのフレームワークのアップデートの時に、なんかそれがこう、吸収されてなくて、なんか、アップデートのたびにそれを作り直さなきゃいけないとか、で、結構特殊な、こう、需要だったりするので、それをそのフレームワークの開発にとに送って、本家にこう、導入してもらおうみたいなモチベーションもあまりなかったりするので、なのでなんか、面倒くさくなっちゃうんですよね。 で、まあ、例えばじゃあ、えっ、ー、と、ツイッター、今でいう X っていうサイトって、元々あの、Ruby の、Ruby on Rails で確か書かれてたんですよね。で、確かにあの、あ,あいったサイトをちゃんと作る、その、初期の状態で、とりあえず完成させよう。セキュリティリスクがない形でやろうっていうのであれば、それは確かにその Ruby on Rails みたいなフレームワークの方がいいとは思うんですけど、 でもじゃあその規模が大きくなりましたとか特殊なことをやる必要がありましたってなるとやっぱりフレームワークだけではなかなかできなくなってしまった結局作り直しになっちゃうんですよね。で、結局作り直しになっちゃうっていうのってサイトが成功したら作り直しになるんですよ。で、サイトが成功しなかったらそのままでもいいんですよ。で、僕は割と成功させるために作るので、なので最初の段階から成功した時に困るよねっていう構造にはしないっていうのがあったりするんですよね。 とはいえ、あの、ララベルどうですかって書かれてるんですけど、あの、ララベル、あの、うちの会社で使ってたりをしません。あ<の>そうなんですね。そうそうなんですね。いや、まあ、あの、その、そんなにあの、その、なんか課金をちょっとしなきゃいけないね、ぐらいの、あの、ちっちゃな規模のシステムなので、なんでそこは別に即死なことはしないので、あの、固い、あの、枯れてるやつでいいなっていう感じで、ララベルになってます。はい。はい。ありがとうございます。 次まして拾います、えー、地方の演者は就活生なんですが、情報や人脈の格差を通説に感じてます、東京との格差を埋めるために意識すべきことがあれば教えてください。ぶん多分その、コミュニケーション能力が低いことを地方ということを言い訳にしてるる気がすすんですよね。例えば、僕、東京にいないじゃないですか。 で、その、別に東京にいなかったとして、まあ、そのオンラインで、ズームで仕事してますみたいな人って世の中ザラにいるので、なので別にそのリアルで会う必要ってあんまりないと思うんですよね。もちろんそれなりのそのなんか、まあ能力があれば、じゃあこういうことやってくださいって頼まれるしっていうのがあって、なので能力もなくて、で別になんかじゃあこう人に頼まれるようなこともなく、人に頼まれてやれるようなこともないみたいな人だと誰も話しかけないじゃないですか。 でそれは地方にようが、東京に行こうかが変わんなくて。 なので、その人にじゃあコミュニケーション取ってもらいたいのであれば、じゃあこのサイトを作ってますとか、じゃあこのなんかあのオープンソースの、じゃあなんかあの GitHub に置いてるプロジェクトの、じゃあコミッターになろう。そのためにじゃあこういう場がありますよとかドキュメント書きますよっていうのを自分から言って、じゃあドキュメント書いてって言われて、じゃあドキュメント書いて、で、それでじゃあもうそのじゃあもう権限あげるよみたいな形で、こうだんだん仲良くなるみたいな、自分自身が動くことで、で、その結果じゃあその GitHub のそのプロジェクトのなんかあのコミッターやってますみたいになると、あれやってるんだへえみたいになるわけ じゃないですか。なので実績をちょっとずつ作れば別にその自分がどこ住んでるかは関係ないと思うんですよね。なのでその地方に住んでるせいなんだと思い込んで自分自身に能力がないっていうのをこう見ないようにしてるっていう方が良くないんじゃないかなというふうに僕は思いますけど。ぶっと胸に詰まった人もそうですね。コメント来てますね。<laughs> はい。では弘樹さんからのピックアップ。 ひろゆきさんの大学時代のアーカンソー州での思い出を一つおじてください。現地での経験は今のひろゆきさんにどんな影響を与えてますかっていうのなんですけど、えっと、僕はあの大学の3年の9月から4年の9月までアメリカのアーカンソー州っていうところにしたんですけど、で、まあ、あの、日本人、まあ、あの日本人はちょこちょこいたんですけど、別にあの日本語を喋る環境でもなくて、で、そこでちょっとバイトをして金稼いだ時に、あ、僕アメリカでも暮らせるよなって思ったんですよね。 まああの学生として普通にあの大学の寮に入ってあのアメリカ人と一緒に生活をするってやつなんですけど、で別に生活に困ることはないと。で、あとは金さえ稼げれば別にそこは日本じゃなくてもアメリカでもいいよねってなってて、でアメリカでも金稼げるじゃんって分かったので、あ、じゃあ僕日本にいなくても大丈夫だっていう、要はその、えーと、 例えばじゃあ,あの、この会社を辞めたら自分の行き先がないかもとか、なんかじゃあ、この大学のこれ落ちたらあと大変かもとか、なんかじゃあ、親に嫌われたら生きていくのが辛いとか、なんか友達がいないと大変とか、なんかその日本にいなきゃいけないと思い込んでる人って結構多いと思うんですけど、他の国でも暮らせるよねっていう実感があるので、別になんか日本中から嫌われて、日本に戻れなくなっても別に困らんよねっていう風なのが、割とそのアメリカで生活できるっていう風なのが。 思った時にあったので。なので、まあ今でも別に僕はあのフランスにいますけど、で別にあの僕フランス語が喋れるからフランスに来たわけでもなく、要はそのアメリカに行った時にその英語でなんとなくできるようになったっていうのがあったので、住めばなんとかなるっしょっていうのでフランスに来て、まあ結局なんとかなってるので、そんなもんだよねっていう感じで生活してます。はい。さあ、ありがとうございます。じゃ続きまして行きましょう。えっ、ー、と、あ 中学生ですちょっと今ね、あの、コメントで気になったんですけど、あの、英語が喋れればなーって言ってる人、英語ができるようになりたいって書いてる人はできないです。<laughs> うう <laughs> あの使えばいや、結局じゃあ、プログラマーになりたいなーって言って、どうやったらプログラマーになれるんだろうって、プログラマーのなり方を調べてるやつはプログラマーになれません。プログラム書いたやつがプログラマーになるんですよ。なので、英語を喋ってるやつが英語を話せる人になるので、英語できるようになりたいなーって言ってる人が英語を喋れることはありません。 はい。なので英語もプロ野もあの使えるようになりたいんだったら使ってください。そんなことです。はい。じさっきの続きでちょっと五万円のスパチャもらっちゃってるんであれですけど、えっと中国製、はい、ラスト使ってるんですがラストはメジャーになると思いますか？ラスト。いやなんかその言語がメジャーになるかどうかってまああの。 うん、残るとは思うんですけど、どうだろうな。でもじゃあ C シャープとかなんかそんなに使われないんじゃねえと思ったら結構そこそこ使われる業界はあるとか、でまああのさ最初の話はコボルも未だに現役で使われてるみたいなのがあ,あったりするので、なのでなんかそのメジャーになるかどうかっていうのはあんまり関係なくてそれがきちんと残るかどうかと、どっかの業界でそれがデフォルトとして使われ続けるかどうかっていうだけなので、 なので、なんか、あんまり、その、なんか、メジャーになる言語を覚えよう、メジャーにならない言語はやめようみたいなのは、そんなに考えなくていいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、一個の言語を、まあ、それなりに使えるようになると、別に新しい言語ですって言っても、結果として、その、なんか、 そのコンピューターというのは、じゃあ変数にものを入れて、で、そこで関数でなんか表示するだったり、計算するだったりっていうのをやるよねっていう構造が分かってるので、なので言語でかが変わったとしても、あ、この言語はこういう感じで書くのね、ふーんっていうので、なんかめちゃくちゃ目新しい形の言語って僕見たことないんですよね。 あの、ま、書き方が特殊で不運面白いはあるんですけど、プログラム言語としてやれることっていうのも基本的には変わんないんですよね。で、ま、枯れてる言語の方がバグが少ないとか、あの、なんかいろんな関数が落ちてるので使いやすいとか、ググった時になんかトラブった時になんかいろんなものがこう見つけやすいとかはあるんですけど、ただ言語としてなんか自分が好きっていうのがあれば、それを使い続ければいいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ次、ひろきさんからも。ひろきってください。はい、はい、はい。 もうあと残り4分ほどになってまいりました。はいえー、新卒で SES 系企業から内定をいただきました、えー。そこでウェブアプリケーションの開発に携わりたいと思っているんですが、技術面を鍛えることができたら転職をしようと考えています。過去4、5年ぐらいで。余くさんが考えるウェブエンジニアとして生き残るためのキャリアはどのようなものなのでしょうか。えっと、あの、多分何のために働くのかっていうのによってきちゃうと思うんですけど、 ウェブエンジニアをやりたいっていう人って、自分のサービスを作りたいっていうわけじゃなくて、なんかあの、データベース周りとかインフラ周りとかなんか大変そうだし、まあウェブは見えるところだから、まあ割と簡単にできるよね、みたいな感じで多分言ってると思うんですけど、であれば、あの、ウェブエンジニアが一人しかいない、それなりに利益が上がってる会社に行くと、クビになることはないので、だらだらと楽しく暮らせると思います。 で、逆にあの、優秀な人が多い会社とかに行くと、こいついなくてもうちの会社もあるよねっていうので、あの、ひどい目にあったりすると思うので、なので、あの、マイナーな中小企業の、例えばその、地方にあるお菓子屋さんみたいなので、通販でちょこちょこ日本中にお菓子を売ってみますみたいなお店って、利益率結構高かったりするんですよ。でも別にあの、通販のサイトを維持できればいいだけなので、エンジニア一人でいいよね、みたいな。 でそういうところに就職しちゃったりすると、あの死ぬまでそこでずっと食えたりするので、なので、あの、スキルを上げてこう生き残るっていうのじゃなくても、別にあの、その他のライバルがいない環境に入ってしまって、のんべんだられと暮らすっていうのもあったりするので,で、僕はそっちの方が人生楽なんじゃないかなと思うんですけどね。 さて、えー、じゃあ次の質問です。これも、ね、多分多いと思います。今、そのタイミングなんで、2号卒の就活生です。お祈りをたくさんされて、心が少し折れそうです。そんな僕に立つをくださいということで、多分今、就活シーズン真っ最中なんで、多分凹んへこんでる人多多、うぶん、そのなんだろうな、活を入れられてもあの、落ち続けるという事実は変わらないと思うんですよね。 受<の>けてる人、どうしたらいいですかね、どんないや会社が取りたいと思わない理由は何だろうっていうのを原因を考えて、はい、そこをちその改善すべきで、はい、その誰かに活を入れられても受かんないものは受かんないん勘違いしがちというか,しか、なんなんかこういうところをそもそも改善していくみたいな、その就活性の勘違いあるあるみたいなのってありますか な結局、その取られないという事実が分かりましたと。で、どうしたら取られるようになるでしょうっていう話で、じゃあそのどうしたらのプラスアルファをどう作るかだと思うんですよね。なので、そのな、じゃあ、本当はさサイト作ったことあるけど、そのサイトの説明っていうのがちゃんとできてなかったっていうのをやれば、こういうサイトですっていうのをきちんと分かりやすくするものを持っていくとか、うん、で、あの、なんかじゃあ、例えばじゃあ、えっ、ー、と、面接ですって言ったときに、そのなんか履歴書しか持ってかないっていう人結構多いと思うんですけど、 で、あの、何持ってっちゃいけないって書いてる会社ってあんまないんですよね。なので、あの、めちゃめちゃ資料大量に持っていくとかやると、こいつ変わってんなっていうので、記憶に残してもらえるっていうのがあったりするんですよね。で、じゃあ、例えば10人面接して、誰取るってなった時って、じゃあ、その後、こう、なんか人事の,その面接やった人が3人ぐらいが、どうする誰取るって言っ時、記憶に残った人から話って出てくるんですよ。 あ、これ、ああいう人いたよね。あ、確かにあの人面白いよね、とかで。で、記憶に残らない人って、話題にも乗らないで終わるんですよ。なので、能力値が低かったとしても、記憶に残ってる人は名前を出してもらえるんですよね。で、能力が高いから採用されるわけでもないっていうのが結構あって、要はその、会社って変わったことやる面白い人が、若手に一人ぐらいいた方がいいよね、とか、なんかあの、 まあ、その、いろいろ頼むのに頼みやすいから、割とそのなんか人当たりが良さそうで体力ありそうな若手を雇った方がいいよねとか、そのエンジニアリング能力以外の部分でも若手って雇われる場合があったりするんですよ。なので、そこのなんか体力には自信があります。で、なんかあの、すげえこう資料いっぱい持ってって、あいつなんか面白そうだし体力もあるからじゃあ採用した方がいいんじゃねみたいなのになるかもしれないですよ。 なので、その、じゃあ、ひたすらプログラミングの能力を鍛えようだともうちょっと間に合わないと思うので、なんで今、今の自分が持ってるものをどれだけ見せるかとか、あとやる気があるかどうかって、あの、演技なんで、なのであの、その面接のなんか15分20分の間に、なんか俺すげえやる気があって体力がありますという演技さえできればいいですよ。実態としてマラソンなんか走れませんみたいでも、なんかいやもう長距離とか全然得意なんで、みたいなこと言ったら、その場で実演するわけじゃないんで、なのでそこはもう見せ方喋り方でなんとかなるんじゃないかなと思いますけど。 ただことですということです、すみません、もう時間がいたしまして、これごめんなさい、皆さんで質問めちゃくちゃもらって,て、多分10%も,もう答えられていないんですが、すみません、ちょっと時間とね、どうしてもコンの都合でというところで、あとはちょっとスパッチャで続き、ぜひお願いします <laughs> というところで、<laughs> では最後に、えー、今回 IT エンジニアを目指すエンジニア学生さんは今、まだ数百名、600人ぐらいかな聞いてくれていますが、そんな皆さんに向けて何かキャリア、その面でですね、最後、言あ言、あのメッセージ、アドバイスをいただいて終わりにしたいなと思います。<laughs> お願いします。 でも、うんと、まあ、大手に最初から入って、で、履歴書を華やかにして転職するっていう方が、人生うまくいきそうな感はあるとは思うんですけど、中小企業で一回全部任されて、で、大体中小企業って、あの、全部できる人しかいないんですよ。なので、あの、入った瞬間に全部できる先輩に、あの、これこうやってやんだよ、こうやってやんだよ、みたいな、逐一教えてもらって、一通りできるようになるっていう方が、 ただその後じゃあ自分でアプリ作りますとか自分でサイト作りますって一人で全部やるっていうので楽に暮らす方が近いんじゃないかなっていう気もするのでなんかその大手で有名なところばっかりを狙うんじゃなくても聞いたことねえやっていう会社でもなんか上司になるその人が話しやすそうだったらこの会社でいろいろ学ぶのもありかなっていうなんかあの視点を持っても人生は楽になるんじゃないかなというふうには思いますけどはいということで この言葉いたただきましでは、そのわけで皆さんもですね、これでギークサーは終わりにはなりますが、勝手にしてやっていってほしいなと思います。ということで、締めたいと思います。本当に、ヒロゆきさん、ギークサー、学生かと思ったけど、中学生ちょこちょこいるじゃないですか。も就職全然関係ないです。よいや、学生全員 OK なんで。あヒロキさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。